のリサイタル。今日は練木重雄さんのピアノ独奏でモーツァルトのロンド2長調ケッヘル485、ブラームス作曲ラプソディー色単調作品79第1、そしてリストの巡礼の年第1年からオーバーマンの谷、以上3曲を聴いていただきましょう。練木重雄さんは東邦学園高等部を経てアメリカのインディアナ大学へ留学、1974年にチェロの菅野博文さんの伴奏としてチャイコフスキー国際コンクールに出場し最優秀伴奏賞を受けられました。その後1976年アメリカのアリゾナ州で行われたツーソンピアノコンクールで第1位を獲得、また1979年にはインターナショナル3リバースピアノコンクールに優勝されました。現在はリサイタルにコンチェルトにと幅広く活躍されるほか、母校のインディアナ大学で後進の指導にも当たっておられます。それでは練木重雄さんのピアノ独奏で、まずモーツァルト作曲ロンド2長調ケッヘル485を聴いていただきましょう。Thank you.
モーツァルト作曲ロンド2長調ケッヘル485でした。今度はブラームスのラプソディー・ロタン調作品79第1を聴いていただきましょう。
練木茂雄さんのピアノ独奏で、ブラームス作曲ラプソディ・ロタン調作品79第1でした。ではおしまいに、リストの巡礼の年第1年からオーバーマンの谷を聞いていただきましょう。Thank you.
リスト作曲巡礼の年第1年からオーバーマンの谷でした。午後のリサイタル、今日は練木茂雄さんのピアノ独奏でモーツァルトのロンド2長調、ブラームスのラプソディ色単調、リスト作曲オーバーマンの谷、この3曲を聴いていただきました。のリサイタル。今日は練木茂雄さんのピアノ独奏でモーツァルトのロンド2長調ケッヘル485、ブラームス作曲ラプソディ色単調作品79第1、そしてリストの巡礼の年第1年からオーバーマンの谷。以上。